どうも、ナッチです。どうもどうもソニアグラン降臨がね、なんか経験値 1.5 倍になってて、僕はそんな美味しくねえでしょうと思ってたら、めっちゃ美味しかったですね。このダンジョンもともとがいくつだったのってぐらい美味しくて、僕は3万あったかなってぐらいの記憶だったんですけど、なんと 1.5 倍でクリアすると5万8000ぐらいあります。ということでソニアグラン降臨に挑みたいと思います。一人ね、うお、めっちゃ増えたなあのね、レリっていう方がね、ずっとね、図を出してくれてるんですよ。これほんと助かる。ありがとう。ツイッターでね、一応フォロワー、一応フォローしてるんですけどね。全然見ない、もう。半年に一回ぐらいしか見ない。それぐらい神出鬼没な人なんでね。今回はこのパーティーで、警戒竜、ソニアグラン氷回ってるんですけど、さっきから。ズオにドラゴンキラーついちゃったせいで、ボスがね、もう一瞬で溶けちゃって、調整できないんですよね、根性の。だから1枠、死竜とか入れようかなと考えたんですけど、ちょっとこの見た目崩したくないし、なんだかんだ頑張って調整してますが、なかなかね、ひどいことになります。でも道中めっちゃ楽なんでね、このパーティー。できれば僕はこのパーティーでずっと周回したいんですよね。基本的に赤ソニア以外は 12.25 でもなんとかなります。あとボス以外はね。ただ赤ソニアでは6コンボが必要だし、36倍、さすがに必要ですね。まあ、闇がいっぱい消えればいいと思いますけど、猫木をたくさん消さないといけないんで、まああくまで高速周回目的なんで、コンボはね最低限ですね。だから本当にもう最悪4コンボでもいいんですよ。キーキー闇闇で、まあ、もうちょっといいパーティーやると思うけどね僕の中ではこれが一番早いかなっていう気がします。てか楽しいよね、やっててループするしさ。このパーティーで何かもやってみたいですね。ソニアグランできるかな。ちょっとドラゴンキラーもあるんでね、考えてみたいけど、こいつで6コンボはさすがに難しいと思うんで、ちょっと別のダンジョンにしようかな。ここでウェイを組ませろ。はい、これ多分倒せます。ドラゴンキラーがね刺さるんですよね。はい、問題はこっから。試しに一発全力コンボしてみます。どうなるかちょっとお見せします。光を下に置いていきましょうか。じゃあ光を下に置いての、木、じゃあここにも木、まあ例えばこんな感じで組みます。でそうするともちろんね、当たり前ですけどこうなります。まあ多分これずっとできますよ。本当にクソ陣が出ない限りはずっとね、ソニアグランをねワンパンこうし続けることができると思います。うん、落ちコンもねなかなかね来るんですよね、ここ消す量が消す量なのかな。でだからといって 12.25 で殴るとあんまり減らないんですよね。それも今からお見せしたいと思います。ウェイにしとこうか。これだと全然ね HP 減らないんですよ。ほらで、ここで陣使っちゃうじゃん。でもう一回 12.25 で抑えたいから、5コンボをね控えめにすると落ちコンが来たりする。ほらさっきからずっとこんなことやってます。はい、また回復しましたが、まあ、こちらもね止まることはないので、むしろクソ陣を期待してるっていう謎のパーティーなんで、極力つなげるか、極力つなげてウェイは1個にして、これいい感じに調整できそうですね。あーでもダメか、根性までいかない。でここで、これでいこう。333で落ち込んが、まあ、闇1個なら大丈夫。36倍出なければいいんですよね。 OK、 ようやく倒すことができます。
まあ道中だけ異常に早いねパーティーですけども、なんかソティスとかに強くなりそうで火力調整発達しそうなんだよね。でこのパーティーでしばらく回ってみようと思います。はい、さあここから気になる経験値の方ですが、本当に5万8000あるんでしょうかと。天空竜とか1回のカラドラによって多少変化はしますけど、基本的に5万8000の数字ばっか見てるんで、多分5万8000からそんなに動くことはないですね。ゴーヤヤクザです。ゴーヤのヤクザですね。ということで皆さんもぜひソニアグランね、この動画上がる頃にはもう終わりが近づいてますけども、多分明日もねこんな感じでイベントがないときは降臨になんか倍率がかかってくると思うので、ぜひぜひ自分が周回しやすいダンジョンをね、まあ、プラマラするなりランク上げするなりしてみてはいかがでしょうか。以上、ソニアグラン経験値 1.5 倍が地味に美味しい剣、地味っていうか普通に美味しいね、普通に美味しい剣、志村剣という動画でございました。さようなら。